どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は今この時代に本気で北雪デッキを使っていきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、今回は北雪の4キャラクターに加えてナルミ&ルシファーの無限指導キャラクターを2人連れて白水さんやっていきたいと思います。で、相当テイク数取っているんですが、なんとセンスまで引きました。決めようというかね、なんかね、いい動画が撮りたいと、そんな一心で頑張ってます。はい、もうそれは妥協すれば動画なんてすぐね撮れるのは撮れるんですけど、なんかそれくらい僕は本気ですっていうね、そういうお話です。やっていきましょう。で、なんで僕が今この時代にね北雪デッキなんて使おうかと思ったかと言いますと、まあ最近僕このしらすで二股以上をやるのがすごいブームで、まあ実際結構いい経験点とか出てたりするんですよね。で、そんな中で三股をこの間やってみたんですが、その三股をやってみた時にですね、まだデートする余裕があると、5回ぐらいだったらまだまだデートできるぞという感じがあったんで、だったらこのしらすで北雪デッキだと、まあせっちゃん以外はね指導もできると、しかも能力低めなんで指導しやすい、むしろかつ渋い時はデートっていう、もう盤石の流れを作ってあげればマジの可能性あるんじゃないかなと本気で思ったんですよね。はい、うん、というところでちょっと頑張ってやってみようっていうところです。いやー、このだってね時代に北雪デッキで SS とかできたならばもうとんでもないことですよ。もうほんと最近始めた人は名前すら知らないと思うんですけど、昔北雪彩画っていうデッキがあって、もうなんだろう、今で言うところのアヘヘンみたいな、もういやもっとだ、多分今までの歴史上パープルアプリの中で一番歴史を作った、そのなんて言うんだろうな、あれだったんですよ。それがデッキだったんですよ。もう特に上位の人はもうみんなそれでしかやってないぐらいデッキがあったんですね昔。今思うとなんで金徳が絶対デート20回も完走できないあんなデッキが流行ったんだっていうところはあるんですけど、今思うとね、まあ、時代っていろいろ流れがあるじゃないですか。そんな中でよ、そんな中でよ、本当にもしこれでねうまいこといければとんでもないことですよ。というところで頑張ってやっていきましょう。はい、でこれで一応告白ラインになりました、せっちゃん。ただせっちゃんが難しいのはあれなんですよね。共通イベントが複数回あるんで、次妄想で告白が確定ってわけじゃないんで、ここでもう自然にね来てくれればねベストではあるんですけど、ね、これちょっとりょうちんの評価も一回してみようかな。経験点は真ん中の方がいいんで、今回経験点は割と取っていっていいと思うんで、そういう意味ではね、あれもありだったかなと思うんですけどね。はい、やばい、ここは指導来てほしい。正直一旦も無駄にはできないというか、無駄にしたくないっていうところですね。はい、無駄にできないってわけじゃなくて無駄にしたくない。いぶし銀かぶるか、まあコツ1からコツ3なんで言っちゃいいんですけど、ここで告白が来てれば満点あげたい。でもちろんなるべく妄想も使いたくないというか、使わない方が伸びるんで、でももう今はもう何もやることがないんで、もうくぅ、これ良くないパターンだよ、これ良くないパターンだよ、ほんと。いや遅い、正直せっちゃんの告白は遅いっすねこれは。まあいいや、指導やろう、とにかく指導やろう。じゃあとにかく指導をやろう、まず。やばいな、みそのの告白が早いパターンがあるぞ。早く来ないと。なんでこんな強いとこしか出てこないんだ。んーで、攻めるならもちろん阿部とか取った方がいいんですけど、これ評価依存っていうのも聞いたことがあるんで、今正直攻めるような評価には慣れてないので、まあこれは止めといた方がいいかな。特に両親の評価を今上げるのがいいと思われます。両親の評価が上がるのが上なのであれば上行こう。あ、阿部ヒパワヒがねコンボで狙えるっていうのは一つ魅力ではあるんですが、でもまあこれはやめといた方がいいな、さすがに。ヒ
敗した時が痛すぎる。なんかエラーとかつくんですよね、ムードバツとか確かなんか。はい。で、ここを、まあ、そっち行くか。まあ、最悪もうせっちゃんじゃない人が最初に来ちゃったらもう、それはもう運のなさで。ただ、この最近のテイクではだいたい9月中に妄想をうまく使って呼べてたんですけどね。ちょっと今回は運ない。1ヶ月遅いな。まあでもいいでしょ。なぜなら妄想は1回しかやってないんで。ちょっと勝てるように仕込もう。勝ってくれ頼む。練習試合の勝ち負けは結構でかい。勝ってお願い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 、勝って勝って勝って、よし、ナイスナイス。意外となんかね強いんですよ。意外と練習試合は勝ってます。もうほんと指導がないときはもうデートしかやらないな、これは。まあ一応セクイチ1000点超えで、まあセクイチ1000点超え普通にいいじゃないですか。まあ白里と出るデッキはもっと出ますけど、でもまあまあなんといってもエピローグが4人分あるわけなんですね。はい、っていうところはあります、正直。でもうデートも進めていきたいんで、これもうちっちゃいコツ取ろう取ろう取ろう。ちっちゃいコツ来たらもったいない。こんなのいける回数が限られてるんで、もう抑えて、で、あ、赤を青に変えられないはいい、その期間デートすればいいんだ。もうそういうあれはいらない。てかそれで考えるとちょっと悪気打ちが来たの残念だな。飲まない、経験点取る。でデートデート。でみそのがあそこにいるっていうことはもうみそのは告白ラインになってるってことですね。共通イベント2回起こってるんで。ここも最大値取らないでいいと思います。めちゃめちゃデートやるし、回復イベント多いし、選球眼取る方が美味しいっすね。で、なんなら最大値上げるイベント他にありますし、ね、はい。でもマジで指導以外はやらない。てかダブルダックが、まあ一応ミソノ&ルシファーはありますけど、そんな暇ないっすね。ダブル行く余裕すらないぐらいキッツキツではあります、いろいろ。はい。でこれは一応ハッチの評価上げに行くか。お、ここが来たか。やばい。りょうちんの評価がどれくらいだ？こんなもん。ああ、でもせっちゃんも上がってる。オッケーオッケー。りょうちんじゃなければ行ってもいい。オッケー。じゃあ行こう、これ。ただ、せっちゃんの評価をもっと上げた方がいい。クリスマスが危ういじゃないと。で、オッケー。もうコツは抑えまくる。ちょ、悪球来たのだけ。まあでもあそこの段階ではちょっと抑えられなかったんで仕方ないな。で、ムードだけまだ抑えない。お、アシストも抑えられる。オッケー。でもムードはね、せっちゃんがまあまあな確率で、てか半分ぐらいは大体失敗なんで、さすがに。まあもう一個イベントもありますし、この高校も。うわぁ、怪我しにくさがね、ミソノがコツ4まで教えてくれるわけなんですよ。それいらないよ。まあでも仕方ないかな、2個ぐらいはやっぱこうやってなりますね。どううまく運んでもなんかは来るな。あ、まだあったかこれ。いやほら経験点めっちゃいいんすよね。ミソノって本当に今めちゃめちゃ強くて、ちょっとこのテイクで話したか分かんないんでもう一回話しとくんですけど、ずっとこの話はいろんなテイク撮ってる中でやってるんですよね。今回デートもめっちゃ強いと。金徳さえ変われば普通に強キャラ間違いなしです。はい。こっちにしとこうか。変に評価が逆転したりするのも怖いしな、ミソノの告白が来て。こっちにしとこう。なんで別バージョン来ればマジで強いキャラクターだと思います。うん、ミソノは普通に強いと思われる。惜
そらくせっちゃんが一番評価高いな。オッケー、ナイス、いい立ち回りができた。とりあえずあとはもうひたすらうまくあれをやっていくだけだ。デートを、デートと指導だけをやる。もうひたすらそれ。よー、タイです。まあこれエピローグでコツさん来るとええでも抑えた方がいいか。いや、どうしよう、どうしよう。タイエース結構悩ましいな。どうしようか。まあ抑えるか。そんなに重たくないんで抑えよう。結局判断材料はそこ。で、あとはパワーヒアベヒ降格を引けるかどうか。大吉来い。よっしゃー、よし、がぜんやる気が出てきた。これで、あー、ただあれだな、せっちゃんのデートに関しても正直てか今のも含めか、置いといた方がいいな。井戸端がどうせあるもんな。なんでせっちゃんはもうやらない。せっちゃんはもうやらないで他をやっていこう。とりあえずみんな3回ずつぐらいやれやちょうどいいのか。みんな告白来たんで、ちょ、メモしながらやんないとこれ忘れるわ。あ、危ない、またビリビリペン触るところだった。メモ取りながらやろう。みんなちょっとずつ進めていけばいいんだ、これで多分。で、コツは抑える。もう別に赤から青にできなかったそれでいいんで、これは。はい、まあ、ムードは一応イベント待つか。で、その1回ね、これでメモしながらやろう。で、さっきかなりいい感じにできてたんですけど、変なデートがいっぱい来た結果ダメだったんですよ。北節いっぱい、北節全員こっち持ってきてるからさすがに勝てるだろ。これ勝てなかった意味わかんないな。これで磯の1ハッチ1、これでで井戸端が起こってからデートをやれば評価が戻るっていう、そういうお話ですよね。いや、ほんと井戸端のタイミング大切な。北節デッキだけはほんとそれはある。これで、そのタイミングだけは、まあムードここで取るか、試合に勝ちやすいようにで取ります。はい、いきましょう。頼む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 、よーし、オッケー。意外と強い、やっぱり。やっぱり意外と強いぞこのデッキ。うん、まあ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 、経験点ではあるでしょう。行っとこう、行っとこう。いやー、アベヒパワヒ降格はほんと引いていきたいぞ。そんな中でまあバレンタインは誰が来ても弱いんでね、このデッキは。正直誰が来ても一緒ですわ。はい、両チン。これも成功してほしいな。金徳不確定が2つあるんで、いやでも両方成功したらマジで割かしいいと思うけどな。はい、ナイス。ただデートやっていかないといけないよな。いや、分かってる分かってる、そんなことは分かってる。
でもまだちょっと余裕あるだろ、正直っていう、この段階では。パワー依存なんでね、パワー上げときましょう、とりあえず。で、それによって筋力がなくて、赤を青にできないっていう場面はもう、指導じゃなくてデートやってればいいんでね。そこでデートでまた経験点が溜まっていくデッキなんで、一回もう全振りしよう、パワーに。か、味噌のを進めて、怪我を抑えに行くっていうのは全然ありですけどね。ただやっぱりこううまく回していかないと厳しいかもしれないな。はい。まあとりあえず、62ぐらいで止めるか。はい、みその、2回目。大変なデータ来ない。で、これも経験点取ってホラーでいきましょう。いやー、ここもね、経験点選んだらすごい高いですし、まあもちろん体力回復、まあやる気&体力回復っていう選択肢も選べるんで、あ、でも今のは冷静に体力減って、まあいいか。ちょ、考えることが多すぎて頭がもうフラフラするまである。83なんて絶対行かないでいい。8。なぜなら、デートをやらないといけないんだよね。はい。もう何度も言うよ。何度も言うよ。僕は確かにサクセス愛してる。迷わずにサクセス。それこんだけサクセスやってるんだよ。愛してないとできないよ。サクセスやってるんだから、それ愛してるよ、サクセスのこと。私はサクセスのことを愛しています。世界中の誰よりも。やっていきましょう。世界中の誰より。ちっちゃいコツばっかくんな。来いよ。60以上上げたから来いよ。もうそれは卑怯、それは卑怯。結構上げたし、いやー、それは卑怯。で、これね、大谷じゃダメな理由が、前後は整わないんですよ。大谷だと前音になるんで、さすがにきつくて。マジかー。いやー、マジか。結構今回上げたからな。いやー、マジで SS 作れるんすよ。多分。多分ね。金徳全部成功すれば、マジで SS が作れるんで。いやー、作りたかったな、SS。さすがに失敗しちゃ厳しいかな。SS は。とかで、まあせっちゃんは正直多分失敗すると思うしな、変な話。いで、あと9、10ターン、あと10回でデートしないといけない。4567、獅子16。超美味しいデートが来たらもったいないんで、味噌、あ、練習が来たらもったいないんで、体力ない時はデートにしよう。いや、マジか。くそー。いやー、これほんと、北雪デッキで SS 作りたかったなー。いや、まだわかんないよ。てか、ミソノってそこも回復ないのか。正直、全員を把握してねえぞ。いや、まだわかんない。これ、金徳むしろ1個失敗して SS できんのみたいな。いや、そういう形にしていこう、ほんとに。いや、見せつけていこう、ほんとに。そういうサクセスにしていこうぜ、今日は。今日だけはね。よし。結構技術が来てる気がするんで、守備職取ろ。で、移動パッターマジでなる早で来てくれ。4月1週から確か起こる可能性ありますよね。今来て、今。今、ほんとに。これは12だけど攻めたいな。さすがに経験点良いよ。気がんなよ。よしよし。ちっちゃいコツばっかなんかくんな。これ何が来てたっけ今。いや、でも結局これ筋力ポイントが今圧倒的に足りてないんで、そういう意味でミソノスね、逆境が来てるかどうかちょっと把握してないんですけど、筋力ポイントもらわないとこれはいけないんで。 OK。 やばくないですか、123もポイント入るんですよこれ。あ、ちょっと行きたかったそれ。今日は来てるくさいな、おそらく。そうだな。まあでもいいです。筋力ポイントが絶対足りてなかったんで、多分。
絶対多分って矛盾しとるかな。よし8。こういうのも全部経験点取ります。帝王に勝ちに行こう。こっち総合 C だ。でもまだで567って、おっしゃパワー来た。567ってことは、あと12あって、デートの方に関しては22の4 7 8、あと4回練習できる。でも変なデート来る可能性もあるんで、そこも踏まえて、うん、基本はデートやってた方がいいな。もう多分それはもうさよう。そうっすね、もう基本は悩んだも抑えるべきか。悩んだって来てるっけ今回。取ってるか。じゃあもう本塁生還抑えよう。印象はあまりやすいだろうっていういつものやつですね。はい、ここは全力で試合勝ちに行こう。全力で能力上げとこう。もういいや、デートばっかやるし、能力上げといても大丈夫大丈夫。全部使って勝ちに行こう。よし行け。お願い。イエス、サカスクリニック。いや自分は4の0だけど、まあ勝てばいいよ。あとはデート4回しかできないから、ほんと厳選に厳選。あれ ?4 回か、ほんとに。待てよ。2の?あ、そうだな。あと4回だな。いやー、割と4500だったら悪くない経験点ですよね、冷静に。いやー、デート完走できないが一番渋いからな。やれるときはやっといた方がいいけど。あ、でもここはなんか美味しいな。さすがに。成功せ。よし、うん、とりあえずデートにしよう。コツはがっつり抑えよう。リベンジも軽い、抑えよう。あと、味噌のハッチ、りょうちんは2回ずつ。で、せっちゃんが1回。井戸端もう来て、お願い。井戸端もう本当に来といて。今来て、今。今来てっていうのもおかしい話だけど。いや、井戸端が来てから練習する方が美味しいな、そう考えると。その4回目。そうだな。あー、でも井戸端来てから、そっか、デートするのも美味しいのか。いや、井戸端今来て、今来ても、本当に。いやー、先にデート終わらせよう。とりあえずあと1回ずつに持っていくか、これで。いや1回いくか。打撃だったら追っていいよな。で、総合 A はいかなくとも、なんかが1個 A いけばいいんですよね。お、打撃 A いった。 OKOK。 なんでこれで OK。 総合 A はいかなくとも、とりあえずこれで金徳は入ってくるんで、本当に最低限はできてるぞ。だから今回これでデートさえ完走できれば。最低限のことはできてるぞ。てか本当にうまくはまれば、だから総合 A だって夢じゃないんだよ多分。4股で本当にうまくはまればですけどね。でパワー比は来たんで、ここで攻める理由はない。
やー、むずい。むずいけど、やっぱ可能性はあると思う。まあ、務まるか。固め打ち、まだ来てないもんな、多分。筋力ポイント入るし。さあ、どうする?あと5ターンでデートが4回はある。いや、もう、いやー、井戸端来んな。こうなると来んな、井戸端。これ、井戸端来たらダメだ。エピローグ戻せねえ。うわー、戻せねえよ、さすがに。いや、こっから井戸端戻したら神プレイすぎる。6月はちょっと辛いよ、さすがに。6月3とか4は前半だとな、まだいいけどな。みそのがとにかく辛いな、これは。そこに、は、せっちゃん移動、せっちゃん移動。83まで上げられるんだったら行ってもいい。無理っぽいな。無理っぽいな。だったら、両チンデートだ。いやー、井戸端のタイミングが中途半端すぎるよ。で、これであと、せっちゃんのデート1回になったんで。あ、今の行ってもよかったか、じゃあ。あ、でもそうか。赤、帰らんなんだ、結局。いや、井戸端のタイミングが悪い、本当にこれは。ちょっとやりにくいぞ、いろいろ、それは。言うても。それは言うてもやりにくいぞ、そんだけタイミング悪いと。頼む頼む。お待たせいたしました。まあでもデートはこれであとせっちゃんだけなんで、本当に20回プラス、まあ、総合 A まで夢じゃないっていうのはもう証明されましたね、今回の。あとは井戸端のタイミングだな。ほんと5月4月に来れば、あれ5月からだっけ、まあ、とりあえず5月に来れば間違いなくね、問題ないんですけどね。いやー、 SS 作りてー、マジで。マジで SS 作りてー。特設デッキで SS が作りたい。せっちゃんは頼むぞ。もうせっちゃん失敗したらさすがに。SS どこか S 級が危うくなるからな、もう。なるみなー、失敗するかさあ、いい練習来て、いい練習来て。みんな集まるみたいな最高の練習来て。でも言っとくか、これ以上のいい練習が来るかどうかも分からんしな、正直。フルヒ、まあ降格取らないパターンかな、これは。フルヒ持ってきたらいかんしな。降格が来るとも思えないしな、こっから。フルヒ取っとこう。行きましょう。お待たせいたしました。5番。いやー、結局エピローグがいっぱいあるよっていうデッキなのに、エピローグ取れなかったら何の意味もないぞ、最後。いや、エピローグは全部戻して。いや、マジで井戸端のタイミング最悪だな。
まあ一回落ち着いて、とりあえず目の前のことを全力でやっていこう。あとデート1回っていうのを把握してる。まあ次いい練習やって、最後デートがもちろんいいのはいいですけど、ね、回復量的な話で言うと、はい。せっちゃんがどっか被ってほしいんだよな、そこは絶対行かない。ここで2人の評価を上げるっていう作戦なくないな。そうっすね、これでみそのとりょうちんは上がりきったよと。で最後せっちゃんのデートをやるよと。その作戦でいきましょうか。これでおそらく井戸端で15落ちたのは治ったはず。二人は直せたんだよな、だからこれで多分大丈夫だよな。で、せっちゃん変なデート来んな。で、せっちゃんしっかりやって、せっちゃんの評価戻ってないんですよね、これだと。いや、井戸端ってほんと悪だな。井戸端がなきだな。そうなんですよ。実際、国設デッキ登場前に井戸端が来ちゃったんで、ね、できちゃった。昔って井戸端なかったんですよ。もう猛威を振るってた時期があるんですけどね。まあ僕はその時彼女持ってなかったんで、二股はできなかったんですけど。大昔、本当はまあまあ、割とリリースされてすぐぐらいだけですけど、ね、井戸端がないなんていう時期が実は昔あったんですよね。このパワープルアプリ。コールドにしようぜ。終焉を。打ちのめしていこうぜ。惜しい。せっちゃん頼む、変なデートだけはやめてよ。それだけはさすがにやめてよ。よし、いい立ち回りだった。ここなんもないんで頼む、せっちゃん本当にそれだけはやめろよ。変なデートだけは、それはしらけるぞさすがに。よし、さあ、成功しろよ。来いよ。さすがに来いよ。支柱だけは来いよ。支柱だけは来いよ。支柱だけは、支柱だけは。もう、バカチンが。バカチンが。あれ、ユニフォームせっちゃんって何でしたっけ、金徳。バカチンが、ほんとに。いや、バカチン、ほんとに。これはバカチンだわ、本当に。うん、あ、金徳2個失敗はさすがに SS できるわけないわな。金徳2個失敗して逆に SS 作ったら神かよっていう国説デッキで。くそー、これ金徳ほんと両方成功してたら絶対 SS できた、今回。悔しい、なんか。いや、でも、いやー、悔しいなー、マジで。ちゃんとデートもな、20回完走して、かつ金徳をもらえるところまで持ってきましたからね。だからもう本当にシラスで4またやるなら、まあそれができないんだったらやる意味はないよっていうラインはしっかりクリアできたんで、なんだかんだ今回。まああとはエピローグか。まあさ、井戸端は実際もうあちら側の問題なんで、もうこちら側からするともうアウトオブガン中というか、なんというか、まあ、それはアウトオブガン中ではないんですけど、インガン中ぐらいはあるんですけどね。いや、でもどうですか皆さん、楽しかったですかこれ。いや、僕はやっててちょっと興奮しましたわ、正直。もう実況を聞いていただければわかると思うんですけど、国設デッキに未だ未来あり。うん、いや、これがね、ほんと全キャラね、うんっていうところですよ。うん、伝わったね多分。せっちゃんいろよ。おい、せっちゃんいろよ、ふざけんなよ。なんでせっちゃんいないんだよ。これがほんと、あと2キャラクターがね、別バージョン出てきた日にはですよ、ほんとに。これただエピローグ戻ってないのせっちゃんだけだぞ、ついに。ついにせっちゃん以外戻せたぞ。くそー、金徳なー。いや、でも実際、なるみも最近は、てかこれで僕、動画では3連続失敗ですし、まあ、チアセッチャーもね、みんな胸筋ではげてた時代をそういえば思い出しましたね。
懐かしいですね、チア説でみんながハゲてた時代って。本当にやっぱなんだかんだ納金時代って熱かったっすよね。いやそれ言うと本当に僕のチャンネル登録者数で言うと北節デッキが本気で流行ってたのはマジで1万人以下の時なんでね。てかユーザー数だってその時なんてまだ何百万ダウンロードぐらいだったんで、もう何倍にも本当に膨れ上がってるはずなんで、まあ下手したら本当にもうやめてる人もいるんで、あの当時のリアルタイムでもちろんね記事とかで読んでるっていう人いると思うんでね、知ってる人もいると思うんですけど、やってなくてもリアルタイムで知ってるのって今のユーザーのどう考えても10分の1以下なんですよね。あの当時本気で北節デッキをやってた人って今のユーザーに対して、なんでその10分の1の人はあれと北節マジみたいな、まだできんのっていうのを多分ね思えてもらえてると思うんですよね。今回はさすがに、まあ、せっちゃんに解くわこれは。これでエピローグは戻せたはず、多分計算上は。まだ可能性あるんだって直接。いや思っていただけていればね僕は嬉しいっす。もう泣くっす本当に。今日めっちゃテイク取ったんでそういう理由です。はい、いやということでね、いや北節面白かったよっていう方はね、ぜひともコメントとか高評価ぜひ今回していただければ嬉しいです。はい、いや高評価もすごい嬉しいんですけど、やっぱなんだかんだコメントも結構嬉しいというか一番嬉しいのはやっぱコメントを、まあまあこの2つかな。うん、コメントはやっぱこう心に刺さるコメントたまにしてくれる人がいてもう涙が出るかと思うぜ。まあ、ツイッターのリプライとかもそうですけど、本当に皆さんありがとうございます。やっていきましょう。ね、この間本当僕がね YouTube やっててね3回ぐらいしか泣き過ぎもったことはないんですけど、この間その1回に入ってたのが、まあちょっとね YouTube で結構大きな問題がありまして、僕はもうそれが超気に食わなかったんでめっちゃ批判したんですよ正直。何かは言わないんですけど、本当に人道的に外れてることやってるなと思って。でもそしたらその僕のツイートに対して批判をしてくれたというか、まあしてた人はゼロだったんですけど、そのツイートに対してね、ヤクさんそんなことに絡まないでくださいと、そんなのに絡んで何かあってアクさんの動画見れなくなるのは嫌ですと、アクさんそんなことに首突っ込まずにもう楽しい動画だけ撮ってくださいっていうのは結構思って、これは完全なボール球、俺なんて逆にもうクソだなと思ってるんだけど、あの時は本当ね泣きそうになって、よししとこうか、よしやっていきましょう。シラスリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている藤野、よし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 、とりあえず試合に勝とう。よしオッケーオッケー。うん、なんで今回まあいらないことはまあそのまあ主にあれですね、あの最後エピローグ戻すために評価上げやったんで、それもう本当にうまくハマったら総合 A マジいけますね。うん、そこまで含めてうまくハマった。てかもう本当戻ってるなこれは。で計算上戻るはずだもんな。それでいや本当に100ハマったら総合戦力 A まで行って、まだ経験点がまあなんで60ずつか240点伸びますね。あとまあそれがマックスかなと思います。なんでまあ今回プラス240ぐらい、あまああとはもちろん金得っていうのはありますけど、はい、ただなんだかんだそのこれやる意味としてはもちろんエピローグっていうのがね一つあるんで、そこまでは持ってこれたかなと思います。はい、いやでも未だできるんだよっていう、いやわかんないです、もしかしたら無課金とか初心者の方で、あのたまたま当たった SR が全部北節だったっていう場合もあるかもしれないじゃないですか。そういう人はもう今回の動画で歓喜ですよね、歓喜。まあ今回ね、大谷ルシファーを採用しましたけど、まあ正直そこは何でもいいと思います。なぜならどうせデートとかで経験値たまるんで、指導の回数多分あんま変わんないです、何使っても。
ただもう彼女キャラクターを増やすのはやめましょう。これに新島とかもさすがに無理です。5股は無理です。もうできて4股まで、さすがに3の時は4がまだできるなと思ってやって、まあ今回できたんですけど、これ以上は無理っすわ。さすがに限界、これが限界っすね。もうフォアボール見てよ。あれ2ストライクか、なんか3ボールぐらいの印象があったけど、これが限界っすわ。さすがに、よし守る。俺らカーブ狙える、気持ちいい。今完璧だったな、構えたところが。岡部、あっ変化球把握、変化球把握、ちょっと早かった。切れていきます、ファール、投げました。ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球打った、これは強烈、いった。いやマジでこれ、いや本気で金徳両方してたら絶対 SS 行ったでしょ。ちょっとパワープロ詳しい人冷静に検証というか判断してください。本当に SS 行ったよな多分。あでも鉄人か、金徳が1個鉄人っていうのはあるけど、いやでもそれでも行ったと思う多分。どうだ、これで S 級行ってたらとりあえずそう言えるだろう。 S 級は行ってたら、まあ総合へ行かない分やっぱり3股でいいのかなっていうのはありますけど、まあでもそもそもこの北雪デッキでねどれくらいできるかっていうところも一つねテーマだったんで、いや北雪史上最強は間違いないぞこれで。過去の北雪動画史上最強選手、んエピログマックスだよなこれが。はい、あいつらもともと低いですよね。はい、でまあ今回意外と打撃を狙いつつやってたんで、ダイダの神様もらえて、あでも8800点かあでも8800点かなるほど、景品ではこんなもんになるんだね。まあこれ実は最後に言おうと思って取っておいたんですけど、今後せっちゃんをのけた3股で実は言うともともと考えてました。ただやっぱり北雪デッキでここまでできるようになったんだよっていうのを動画で撮りたかったんで、今回はねちょっとこういう、まあ無茶とは言わないですけどこういう感じのことやりましたが、正直そこで考えてます。特に別バージョンが出た時にですね。はい、じゃあこれは待てよ、 S3 も危ういぞ逆に。っていうのもその3人でもコンボが2つあんのか、コンボ2つあってかつみんなその指導に行きつつあれができるんで、そこがおそらく一番伸びる気がするんだよな。はい、どう割り振ろうか、これむずいな。こうと、ナイスと、むずいな、これどう割り振ろうか。敏捷を使うものがあればいいんですけど、敏捷を使うものがもう多分ないですよね。むずいな。使うものもうないよな、ちょっと印象余ったな。帳尻やめてなんかの方が伸びたりするからもしかして。いやこれでいっかとりあえず。 OK、 うん、まあ井戸端うんぬんはあるにしてもまあこれくらいだよと。今のね北雪、今しらすで北雪デッキ使うと金徳失敗しての S8 ぐらいか。まぁ、ちょっと SS は厳しそうですけど、SS 近くまでは持っていきますね。天丸でも引けば SS いけるけど。うん。まぁ、うまくハマって SS、本当にうまく、ただのセンスだと、本当にもうほぼ100に近い、まぁ、90点台ぐらいのサクセスで SS ができるかなというところだと思います。はい。いや、ただ、ただ北雪デッキで S8 作りました。これは、昔から考えるとね、割と考えられないことだと思います。まぁ、チア説使ってますけどムード来てるんで通常のせっちゃんですよ。ただのもうこれ左4キャラクターはただの北雪のキャラクターなんでね、あの時代ので。まあ右の2人は正直そんなになんであろうと変わりはないと思います。指導の回数も本当になんだかんだ経験って振りながら行くんでそこまで変わらないと思うんで、まあフレンド枠だけ何かしらルシファーかナルミは借りたにしろ、うん、もうあと1キャラクター枠は割と自由でいいんじゃないかなと思います。はい、まあ打撃2人で合わせるもよし、まあ筋力もしくはみその音入れて3人で、うん、合わせるもよしっていうところですね。はい、いやーでも
とりあえずね、うん、とりあえず良かったっす。北雪デッキで S8 作ったのってなかなか、わかんないです。もしかしたらやってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、北雪デッキ界ではかなり強い、歴代でもかなり強い選手ができたんじゃないかなと思います。でも、ちょ、悔しいんで、これはもう絶対、はい。いずれ SS 作ります。北雪デッキで。まあ、今後ね、どういう新高校が出てくるかもわかんないですし、まだまだね、わかんないですけど、北雪強化が来たら北雪デッキが一番になるかもしれないですね。はい。わかんないですが、まあ、今後もね、ちょっと頑張ってやっていければいいなと思います。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。